ロードアイランドレッドのオスロードアイランドレッドはアメリカ原産の鶏の品種で卵肉圏用種として飼育されている。アダムスビルにある本種の記念碑アメリカのロードアイランド州及びマサチューセッツ州で品種改良された鶏である。羽毛は赤活色で身体健強であり、 年間200個以上を産卵するが、日本国内での飼育数はあまり多くなく主に品種改良の後輩親としてよく利用されている。赤葛色の卵を産む。卵肉兼用種であるが、現在では、採卵用と採肉用とそれぞれに適した系統が作られている。現在のロードアイランドレッド種の大元となる鶏は、ロードアイランド州のアダムスビルで1850年頃に、 作出された。作出には、赤色マレー種、褐色レグホーオーン種、アジア系在来種などの鶏が用いられたとされ、品種としては、明治38年にアメリカでアメリカ原産種公認された。日本でも同年に輸入されているため、現在では明治までに国内へ導入され定着した品種であるという理由、等で日本の林企画において、 日本在来種として記載されている。1925年には、ロードアイランド州、アダムスビルに、本種の記念碑が作られた。ニューハンプシャー州は本種を、ニューハンプシャー州にて分離、育種された卵肉兼用種の鶏である。現在では一大交配種の親鳥として用いられる、ことが多く、比内鳥と交配させた、比内地鳥、トサ地鳥と交配させたトサジロー、土佐地郎、 薩摩鳥と交配させた薩摩地鳥、ボリス・ブラウンなどの作成に用いられている。ありがとうございます。